インコースから1番、2番、3番、5番、6番、4番の体型です。ランチタイム戦の第4レーススタートしました。4角から5号艇0台前半組み込んでいった馬の1マークに向かって、その角から5号艇馬のが仕掛けてくる。1号艇山崎軍と3号艇が抵抗し合った。内枠、そこへ2番6番4番旋回、後方では1艇アクシデント。誰だ、うわー、1号艇です。先頭は5号艇馬の光、そして2番手が2号艇の寺島、3番手は6号艇のマイケル。スタートは正常でした。お知らせいたします。1号艇山崎軍失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。スタートしました。4号艇、5号艇が全速出し決まっている。1号艇中村を抵抗十分から3号艇のアリデルス、4号艇をブロックする展開。後方5号艇、真ん中狙った5号艇の磯部の脇、6号艇吉田亮太郎バックに入った。インから逃げた1号艇の中村誠、2番手らしい混戦状態は左右6号艇吉田亮太郎が届いてきて、5号艇真ん中割った5号艇磯部、アウトは3号艇のアライデルス、前提スターター正常6号艇吉田亮太郎、2番手ターン3号艇思い切る V へ若干寄った6号艇、ターンが慣れて切り込んだ5号艇の磯部誠、磯部の方が2番手はやや優勢であります。先頭は深井克服、引回走行で1号艇の中村誠、2番手は5号艇の磯部、3番手6号艇の吉田亮太郎であります。潜り込む3号艇の新井照俊、回して冷静に刺す6号艇、前がジャッジ感染まった3号艇、5号艇ももさもさっと、やはり出口は昼間、少々重ため5号艇磯部、これを捉えてきたが6号艇の吉田亮太郎でありますが、まだわずかにへさきかかる状態で潜り込んだ6号艇吉田亮太郎。今度は丁寧に回って3号艇潜り込むをつける。5号艇磯部はこれをかわしていったが、5番6番は激戦状態になっています。地元メンバーによる2番手の競り合いは、現在5号艇の磯部がそれでも1艇審判から2艇審リードから5号艇吉成亮太郎が食い下がる。角度をうまくつけた5号艇磯部、ここで振り切る。吉成亮太郎外を行ったんですが、出口でちょっぴり暴れ加減から後方3号艇の新井照俊がやや間隔を詰めてきます。後方4番2番と小池周平と大塚信之、ラストコーナー上位を固める中村磯部、3号艇切り返し気味から潜り込む。6号艇外活発、叩いて回った6号艇吉田亮太郎、先頭1番の中村五輪、残念後方4号艇転覆でしょうか。2着は5番の磯部です。3着6番の吉田亮太郎、3番の新井、2番の大塚、なお残念ながら4号艇の小池周平選手、ラストコーナーで転覆のアクシデント失格に敗れました。以上、予選競争の第3レースです。1番、5番、2番助走を乗せながら3番、4番、6番という進入、前半ラストカードの第6レース、スタートしました。1番、6番と2人交代、4号艇の清水もダッシュが効いている。1マーク、1号艇の上村純一受け止めて、4号艇の清水桜か、おっと1号艇振り込んでしまって、2号艇、5号艇は脇をついたが、清水桜の思い切ったまくりが決まっています。前提スタートは正常、スタートは正常でした。残念ながら1号艇の上村純一選手、転覆のアクシデント、振り込み加減から転覆であります。4号艇の清水が先頭を続く、2号艇の宮崎、脇をついた5号艇の久田でありますが、上位4番、2番、5番の体型であります。スタートダッシュから4号艇の清水桜外活発に行きまして、2号艇の宮崎、そして5号艇の久田が3番手という状況。残念ながら1号艇の上村純一選手、1マーク振り込み加減からアクシデントに発展で転覆失格。4号艇の清水桜を先頭に2号艇の宮崎進む、3番手は5号艇の久田岳志、後方6号艇の内山に3号艇の山本が続いています。ホームコース直線側にボートが返されまして、清水桜、2号艇の宮崎進む、3番手は5号艇の久田岳志で4番、2番、5番の体型であります。最後のバック構成と4号艇の清水桜がクリア、2号艇の宮崎進む、3番手は5号艇の久田岳史であります。4蓋5の体型ですと、どうやらこれは配当面でも跳ね上がるムードに感じまして、予選競争第6レース最終コーナーを回り、最後の直線にボートが返されてまいります。4番、2番、5番の体型、後方6号艇の内山、なかなかスピードが乗ってこない中、3号艇の山本英史です。
先頭4番の清水桜五輪、2着で2番の宮崎、3着で5番の久田が今五輪です。そして6番の内山が4番手でゴール。3号艇山本英史、なかなかスピードに乗ってこない状況。先頭艇がゴールしてから30秒以内、これがゴールライン、正常での通過の条件とはなりますが、達成時間内にたどり着けるかどうか3号艇山本。なお残念ながらお知らせいたします、3号艇の山本選手時間内にたどり着けそうにありません、失格に敗れます。以上予選競争の第6レースでした。1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり1秒、今スタートしていきました。コースタートはセンター3コースから3号艇の宮田が抜け出していまして、残る5艇は並んでいます。1マークはセンターからまくっていくか、3号艇前をカット、1号艇の大石懐を3号艇、2号艇あとは5番6番4番でバックステッチャー、1号艇で陰線からうまく踏ん張って大石和彦が先頭、1停進から2停進、2番手争いに3号艇、2号艇、6号艇固まって、あとは5号艇で後方4号艇の塚崎が遅れています。なおスタートは正常でした。ランタンマークは先頭1号艇大石、2番手争い2号艇いった懐を3号艇振り込んだ、内から6号艇接触、あとは5号艇ですが危ないところでさあ接触があって、先頭1号艇2番手は2号艇3番手3号艇でレーサーに1周目といます。さあ上位が先頭1号艇2番手2号艇3番手3号艇内役3艇、あとは4号艇5号艇で後ろ6号艇が現在エンスト状態、バークスレッチャーと入りましたが、先頭1号艇の大石和彦、2番手2号艇の照屋敦人、3番手が3号艇の宮田正和の上位が人気どころの市二さん、あとは4号艇5号艇でまだ6号艇はエンスト状態です。今から2周目で第2ターン回ります。第3レースは6号艇の岡本翔太郎失格となっています。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートはスロー勢のインコースから1二3でダッシュ勢からわずかに5号艇、1マークは逃げる1号艇の中辻を刺して2号艇の宮田で、その真ん中を3号艇5号艇が攻めて、あとは4番6番、さあ現在先頭1号艇も内から刺して2号艇の宮田が上がってくる。さあ1号艇と2号艇両者並んでまいりまして、トップ争いになった。そして4号艇5号艇3号艇と固まって後方6号艇の服部、なおスタートは正常でした。ランタンマークのトップ争い、刺した2号艇の宮田がコーナーを先取り、さあ仕返して1号艇の中辻ですが、先頭争いはここで2号艇、さあ後方では接触があってアクシデント、先頭2号艇2番手1号艇後方3番手3号艇2対13となっていまして、レースは2周目へと入ります。第11レースは4号艇の佐口達也が失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。5コースから5号艇島倉美代子が好スタート、2コースからは2号艇清野が攻めていく、1号艇応戦するか菅野、空いた懐3号艇まくり出し狙うは関のバックストレッチに入りますが、まくり決まって2号艇清野翔子が先頭、2番手争い混戦状態、わずかに3号艇関の綾が覗いているが、外から4号艇中川里奈、内からは1号艇菅野早香も粘って3艇の攻防、2番手争い第2レーススタート正常です。先頭は独走で2号艇清野、3号艇関の綾が握って回る、内からは4号艇1号艇5号艇殺到するが、関野はバタつきまして交代、2番手は4号艇中川里奈が浮上、絞り込んでいく3番手争いは6号艇山下と1号艇菅野の攻防、レースは2周目です。先頭は独走で2号艇清野翔子、2番手は4号艇中川里奈、3番手は6号艇山下佳林が外を牽制しながら先手を取る、握っていく1号艇菅野ですがここで 逆転成功、3番手は6号艇山下佳林、上位体系は2番4番6番となっています。定価が相手3艇シーサー、4番手に1号艇菅野早香、後方3号艇5号艇が続いています。2周にマーク、上位体系は2番4番6番、内側入ってくる1号艇菅野早香ですが、6号艇山下佳林が大きく回って3番手をキープ、2番4番6番最終周回に入っています。スタート先行した2号艇清野翔子が2コースからのまくり見事に決めまして単独先頭、3周1マークから向こう上面4号艇中川里奈が2番手、3番手6号艇山下佳林に打ちくるっと1号艇菅野が粘りを見せますが、ここもかわして6号艇山下が3番手、上位体系は2番4番6番です。3艇審査4番手1号艇菅野早香、後方3号艇関野綾、5号艇島倉美和子となっています。最終日の攻防第2レース一般競争、2番4番6番ラストコーナー手前1号艇菅野、ここも粘りを見せるが、おっとアクシデントあったか、3番手はどうか、先頭2番清野五輪、2着は4番中川五輪、3着は3号艇関野と5号艇の攻防となっている。
3着は3番関野、4着で5番島倉ゴールイン。後方アクシデントありましたが1号艇菅野早香が先制に戻っていますが、ラスト1番菅野ゴールインです。なお後方1点アクシデントがありました。なお6号艇山下佳林は転覆のため失格となっています。6号艇山下転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前スタートしました。特選第11レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。なおこのレース6号艇の野村誠はフライングのため欠場です。6番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第2レース3号艇は遅れてしまいました。さあ一周一マークに向かいます。まずは1号艇の山川が回る、2号艇の西山が刺す、6号艇の渡辺が逃げて回りました。懐は5号艇の磯村がまくり出して旋回も、先頭は1号艇の山川です。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の山川、そして2番手が6号艇の渡辺のインコースに2号艇と5号艇。1周2マークは1号艇の山川がトップで回る、2番手は握って回って6号艇、これはアクシデント模様です。5号艇の磯村が2番手に上がってきます。3番手に2号艇の西山、1号2の体系です。なお6号艇の渡辺真奈美ですが転覆失格、6号艇の渡辺真奈美転覆失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第8レース3号艇4号艇がわずかに好スタートです。さあ3号艇は内側に少し寄せながら1周1マークは1番の上まで行きます。3号艇の萩原そのまままくってきました。4号艇は1番と2番の間だいぶもつれてしまって、2号艇がそれによって交代しました。アクシデント模様です。外を回した5号艇の橋本です。スタートは前提正常でした。スタートは前提正常です。なお2号艇の小沢学転覆失格、2号艇の小沢学が転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース4コースカドから4号艇の向田、ここでもトップスタートです。さあ1周1マークに向かいまして1号艇の萩原が逃げていく、3号艇4号艇2人の一緒のまくりはこれは届きません。膨らんで懐6番5番の差しも入れず、1号艇の萩原押し切りました。スタートは前提正常でした。バッチリと押し切った1号艇の萩原秀人、そして2番手が5号艇の小野優作が2番手にスッと上がってきています。1周2マーク1号艇の萩原、2番手2番を5号艇の小野優作は差し切りました。単独の2番手に5号艇の小野優作です。そして3番手は3停止後ろから6号艇の藤原夏樹。レースはこれから2周目に入ります。6番のインコースは3号艇の橋本、2周1マークトップは1号艇の萩原、2番手5号艇の小野優作、3番手は6号艇の藤原夏樹と回って向こう上面へ。3番手リードを取った6号艇の藤原です。上位の体形は1番5番6番です。後方は3停進4停進と空いてきて、2号艇の田中太一郎、3号艇の橋本俊光並んで、最後方に4号艇の向田直也、2周2マーク1号艇の萩原、そして2番手はここは5番が失速をしてしまいまして、煽りを受けた6番がここはアクシデント模様です。アクシデントとなっています。レースはこれから最終周回です。先頭は1号艇の萩原、そして2番手3番手変わって2番手は3号艇の橋本、3番手は2号艇の田中です。なお6号艇の藤原夏樹転覆失格、6号艇の藤原夏樹は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第2レースのスタートが切られました。これはちょっと早いスリットがありました。1周1マークに向かっていきますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中ですので、お手元の投票券は大切にお持ちください。バック側へ立ち上がっていますが、ファンの皆様にここでお知らせです。
このレースはフライングがありました。1号艇中越、2号艇の高架、3号艇ミーショ、この3選手はフライング変換欠場、1番、2番、3番の3選手はフライング変換欠場となっています。従いましてお手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。一般戦第8レーススタートしました。インコースと4コース、1号艇、4号艇、三浦と馬野が好スタート。1号艇の三浦洋次郎がまず先に待っていく。2号艇の中村大輝さしていって、そこへ馬野光のまくり出しが入った。一気に突き抜けました。4号艇の馬野光、2番手1号艇の三浦洋次郎、3番手は5号艇の安子千代で、後方3手は横一線、内側から6番、3番、2番。第8レーススタート正常でした。1周2マークは4号艇馬野トップ旋回、内側へ向けて5号艇安子千代が入ってくる。1号艇の三浦洋次郎は行かせてその内側切り込もうとしましたが入れませんでした。少し確定がもつれてヒヤッとするシーンでしたが、あっと6号艇の上に乗ってしまった2号艇がひっくり返りました。現在体型が4番、5番、3番です。5艇が2周目に入っています。2周目バック先頭が4号艇馬野、2番手5号艇安子内、3番手は現在1号艇の三浦洋次郎が続いています。お知らせいたします。2号艇中村太平失格です。スタートまで10秒を切る第9レースの一般カードはインコースから白髪、前田、寺島、横田、水原、畑の進入です。一般戦の第9レーススタートしました。インセンターの4艇がほぼ横一線のスタートになりまして、1マークに向かって1号艇の白髪が主導権を握ります。2号艇の前田敦也が指して、3号艇の寺島が握っていく。後方では1艇スピンしながらアクシデント。先頭は1号艇の白髪、2番手2号艇の前田が差を詰めていきます。3番手3号艇の寺島、後方2艇が4番5番と続いて2マークに向かいます。スタートは前提正常でした。お知らせいたします。6号艇の畑失格です。3対3の枠番通りです。進入インクライ1番、3番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇佐藤、そして2号艇の市橋、内枠2人、佐藤、一周1マーク、1号艇佐藤が逃げる。2号艇市橋の差し、外からは5号艇の茶谷、内3号艇3号艇の広中、バックスレッジ1号艇の佐藤が逃げて先頭一定進リード。2番手2号艇の市橋、へさきがかかるか。3号艇の広中、外では5号艇茶谷、その後ろでは6号艇の木の4号艇、スタート正常。一周2マーク、1号艇佐藤、内から2号艇の市橋、ホーム直線構成、さらにはさゆち、5号艇の茶谷、1号艇の佐藤が先頭、しかしリードは1艇身半から2艇身、2番手2号艇1橋と、うち5号艇茶谷、2周1マークと旋回です。1号艇佐藤、5号艇の茶谷、そして角度をつけて2号艇の1橋です。バックストレッチ、1号艇佐藤はリードを広げて先頭、2番手は2号艇の1橋、1艇身半から2艇身差で5号艇の茶谷、内からは3号艇の広中やってくれ。その後ろでは6号艇の木野と4号艇の土屋、2周2マークの旋回です。3番手3号艇の広中が先手を取ります。5号艇の茶谷、鋭く内から5号艇の茶谷がホーム直線コースに入って単独3番手。レースこれから最終周回に入ります。1号艇佐藤、そして2番手2号艇の茶谷、3番手は5号艇の茶谷が抜け出しています。4番手争い、6号艇の木の3号艇広中、最終周回1マークから最後のバックストレッチ、上位体制は1番、2番、5番の体制です。後方はおっと一定ちょっとバランス崩したか。4番手6号艇の木野、そして4号艇の土屋、そして3周1マークですが一定アクシデントがありました。3号艇の広中ですがアクシデント失格となっております。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。うわー、6コース早い。6号艇の安い、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券は大切にお持ちくださいませ。大外6コース6号艇の安いは早い、現在スタート審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。6号艇の安井瑞希フライング変換欠場、6号艇の安井フライング変換欠場となりました。従いまして6号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。村上、河原、池田、桑島、戸塚、岩橋の並び、スタートしました。あーやーい、際どい早いスタートがありました。一周の1マーク先前、1号艇に差しのハンドル、2号艇、4号艇握っていく、3号艇でバック側に入りました。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして、1番と2番はフライング変換欠場です。1番村上と2番の河原、
1番と2番はフライング変換欠場となってしまいました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコースが立ち遅れ、しかしこれはその外速い。一周一マーク、マクル2号艇に3号艇も行く。しかし1号艇が抵抗して大勢については4号艇、5号艇、6号艇でバックストレッチです。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして2番はフライングのため変換欠場となりました。2番に関します投票権は全て変換されますので、どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。予選の第7レース、3番がへこんだスタート。さあスリットを伸ばしていく1号艇の渡辺、1周の1マークインから逃げる1号艇の渡辺、握った2号艇の藤田、流れたまくり出しは5号艇の尾崎、おっと一定アクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。1周の1マークにおきまして6号艇の森下愛理は転覆のため失格、6番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、5番、4番、6番、予選第2競争のスタート、第2レーススタートが切られました。まずは先行争い、2コース2号艇岡本が1号艇岡本を叩くか、石江を1号艇大塚を叩くか、大塚の内から先に回る2号艇岡本は少しもたついている、5号艇正木政権が指していく、あとは6号艇トヨタも続いてバックスレッチへ出ました。2号艇岡本は各選手から大きく置かれてエンジンがストップか走れない状態となっています。1マークのところでストップしています。なおスタートは正常でした。5番、6番、1番の順で第2ターンマークの旋回です。5号艇先頭は正木、6号艇トヨタが2番手、ホームスレッチ直線コースへ入ります。あとは外1号艇大塚と順で561の体勢で2周目に入っていきます。依然として2号艇岡本慎二はレースができません。スタートは正常でした。5人の選手が2周目に入っています。2周目第1ターンマーク、岡本2号艇エンジンがストップした状態、2号艇の岡本慎二はレースができません。このレース失格となりました。第40回デイリースポーツ杯シリーズ2日目、レースコースは予選競争第9レースを迎えます。このレースは1号艇で出場予定でした岡本選手、前半戦負傷のため、欠場となります。5人の選手の競争となります。第9レースが始まりました。シリーズ2日目終盤戦の攻防を予選競争第9レース、このレースは1号艇で出場予定でした岡本慎二選手は前半戦の競争で負傷いたしまして、第9レース欠場となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番で11レーススタートが切られました。トップタイミングは5コースの5号艇の秋山か、センター3コース3号艇山口も好スタート、1マーク内から1号艇水間が回って山口のまくり差し届くか、あーと後方アクシデントが発生しています。後方でアクシデントが発生しています。バックストレッチ、スタートは正常でした。1番、3番、5番と走っているのは奇数番の3艇です。一周一マークでアクシデントが発生しています。偶数番の3人の選手アクシデントとなっています。レースはこれから2周目、スタートは正常でした。1号艇水間がホームスレッチ時計回りを通過して2周目、3号艇山口、5号艇秋山の順となっています。なおこのレースは偶数番の3人の選手は失格となりました。2号艇田中、それから4号艇の正木、6号艇河本、3人の選手がこのレースは失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇の豊田、3コース3号艇大橋、角から4号艇の入澤、スリット覗いています。1周1マーク、逃げる1号艇の豊田、後方では一定アクシデントがありました。3号艇にアクシデントです。1周1マーク、3号艇の大橋ゆず、転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。5コースから5号艇の杉山、トップスタートを切っています。
レースは1周1幕へと向かいます。先手は1号艇の今出、まくり差しが5号艇の杉山、外を攻めた6号艇の松下でバックストレッチです。先頭は押し切った1号艇の今出、リードは2艇身、2番手に5号艇の杉山、3番手が6号艇の松下、その後ろ2号艇木村、3号艇の倉持、4号艇岡部と追走しています。スタートは前提正常でした。一瞬に負けるトップで1号艇の今出が旋回、あっと後方アクシデントとなっています。2番手6号艇の松下で方面取り返しています。お知らせいたします。5号艇の杉山正樹、一周の2マーク転覆のため失格となっています。1番4番2番ダッシュ3番5番6番です。スタートしました。2コースと4コース4号艇の前の3号艇の草場どうでしょうか。現在スタートは審議中、スタート審議中、お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。2コースと4コースの4号艇の前の3号艇の草場、かなり際どいタイミング、現在スタートは審議中となっております。ここでお知らせいたします。3号艇の草場康之、そして4号艇の前の良一、3号艇の草場、4号艇前のともにフライング変換欠場となりました。従いまして3号艇と4号艇に関する投票権は全て変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番2番3番5番6番4番で第5レーススタートが切られました。アウトコースから4号艇小林が好スタートになりました。そして4コース角から5号艇の菊池まくるか、2コース2号艇河本が、競り合いに行きまして、あとは内1号艇柴田が逃げるか、5号艇の菊池が外から持っていく、内は3号艇の水間です。また奇数番の3人の選手が上位を形成していますが、バックストレッチの中間点から1周目第2ターンマークの攻防です。1号艇の柴田が逃げ切るか、5号艇の菊池がアウトコースものすごい勢いで追ってくる。しかし1号艇柴田が先頭をキープしています。直線コースから2周目、スタートは正常でした。1番5番3番となりまして、先頭2番手の差2停身です。地元菊池峰春アウトコースから続いていまして、1号艇柴田を追います。柴田先頭1マークを回る、5号艇菊池今度は差しだ、あとは3号艇の水間が回って3番手。3レースと4レースに続いて奇数番の3人の選手が上位を作っています。先頭2番手の差2停止、逆転まであるか、2周2マークの攻防、1号艇柴田が回る、そして5号艇の菊池外へ持ち出した、内いっぱいをつきます。3番手が3号艇水間ターンして直線に入る、順位入れ替わりはありません。1号さんのあーと後方で4号艇の小林がアクシデントとなっていまして、ラスト1周は5人の選手が入っていきました。4番の小林レースができるかどうか、1号3の体制で600通過、あとは2号艇河本、6号艇渡りの順で最終周回1マークを旋回、1号は 7.4 倍、1号3の3連単12倍となっています。エンジンがストップした状態で4号艇の小林レースができていません。第2ターンマークのところでもたついています。最終ターンマーク1番の柴田、5番の菊池、3番水まで回ります。なお4号艇の小林はこのレース失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。これは確定、早いスタートがあった模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。3艇がフライング変換欠場となっています。1号艇宇田川真一、2号艇の河合雅治、4号艇の倉持リリ、1番、2番、4番、3艇がフライング変換欠場でございます。1番、2番、4番の組に関する投票権すべて変換となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。なお一部の掛け式では不成立となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇の松田トップスタートを切っています。角から4号艇の大平覗いていまして、1周1マーク、5コースからまくっていったのは5号艇の野間大輝、インから1号艇の松田ですが少しバランス崩しています。内側から2号艇チャタニの差し出バックストレッチ、先頭はまくった5号艇の野間が抜け出しています。2番手はインコース2号艇のチャタニ、アウトコースに1号艇の松田、その後ろ4番6番3番と追走。スタートは前提正常です。2マークトップで5号艇の野間が旋回、あっとアクシデントとなっています。5号艇の野間アクシデントです。5号艇の野間大輝落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。
人から1号艇の入沢、3コース3号艇の山崎、コースタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の入沢、差しは2号艇のシローズ、まくり差し3号艇の山崎でバックストレッチへと抜け出しています。先頭争いはアウトコース1号艇の入沢、内側差しが届いている2号艇のシローズ、一定審査で3号艇の山崎、4号艇の高野と追走しています。スタート前提正常でした。一周にマーク、突破争いは内から2号艇のシローズ、相当握っていった1号艇の入沢ですがアクシデントとなっています。1号艇の飯沢雄二転覆のため失格です。3対3と分かれています。進入インコースから1番3番4番ダッシュ3番5番6番です。スタートしました。インコースから1号艇の富永のタイミングどうか際どい。1周1マーク、1号艇の富永逃げていきますが、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。バックストレッチ1号艇富永先頭ですが、スタートは判定中。その後ろ2号艇の早川、4号艇の池田、5号艇の梅田、6号艇の柏が内から伸ばしてくる、3号艇の小馬が最後方。1周2マークですが、このレーススタート判定中となっておりますが、ここでお知らせ。1号艇富永フライング返還決定です。1号艇富永に関する投票券すべて返還払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。インの1号艇スタート遅れてトップスタート、6コースから6号艇福田慶翔ですが、2号艇5号艇が伸び返す、2号艇がまくりに行った、外行って5号艇6号艇バランスを崩してしまいました。懐3番1番と運んでバック側ですが、さあここは2コースからまくった2号艇細川明人が先頭で、2停止で5号艇天野が2番手、その後ろ今1番と3番が並んで接近で、4号艇の北岡が並んできました。スタートは正常、2マークトップで2号艇続いていく5号艇、その後ろ3着争いは握り込んでいった3号艇が一気に出てきましたか。さあ6号艇の福田慶翔ですが、一瞬の1マークでバランスを崩してしまいまして、アクシデント失格となってしまいました。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。ほぼ横一線、あまり差がなくスタートしていきました。一周の1マークはまず逃げる体勢が1号艇の福田、2号艇が引いてった3号艇、間を狙うが入りきらず、内をついては4号艇の北川淳二、バック側に抜けておっといって5号艇がアクシデントとなっています。トップは1号艇の福田、すぐ後ろ2番手争いは4号艇2号艇、内に4号艇北川、外に2号艇藤井、並んでスタートは正常でした。一周2マーク、トップ旋回は1号艇の福田、2番手争い4号艇北川が先手を取って、2号艇の藤井が若干差し遅れて交代です。5号艇の中島博也は一周の1マークホーム側でアクシデント失格となっています。1番4番2番5番3番6番です。スタートしました。インから好スタートは1番の、おっとこれは飛び出しすぎた、早いスタートがありました。1マークの旋回です。このレースは早いスタートがありました。1マーク回って確定、バックストレッチ中間点へと向かうところですが、お知らせいたします。このレースは2艇がフライング、1番の伊藤慶三、5番の沖悟フライング返還欠場です。1番5番の組に関する投票権すべて返還となります。お手持ちの投票権は確定までどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしました。1番2番3番がわずかに覗いたスタートです。中でも1番2番と出ていって1マークの旋回へ向かいます。逃げる1号艇の上田、刺す2号艇平本、握ったのは3号艇の坂野、先頭は1号艇の上田がわずかに前。スタートは前提正常でした。1号艇上田に2号艇が危ないシーンとなりました。先頭は1号艇の上田ですが、2号艇も構想一番後ろで再開しています。これから2マークです。1号艇の上田、3号艇の坂野と折り返して、さらに4番5番と続いています。なおスタートは正常でした。なお1号艇の上田は妨害のため失格です。1番は妨害失格、したがって先頭は3号艇坂野となります。その後ろ4号艇深水、5号艇溝口、1番後ろ2号艇平本で、6号艇は今エンストのため構想ストップとなっています。2周の1マークを待って、先頭は3号艇の坂野です。2番手が4号艇深水、3番手に5号艇の溝口です。なお1番上田は妨害のため失格となっています。6番の金子はエンストのため失格となりまして、1番2番3番4番6番5番の並びです。スタートしました。クリフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。
この第3レースフライング艇があります。ファンの皆様、お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。2号艇のモリテルはフライングのため返還欠場です。2番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。2番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。コースは第9レース予選競争を迎えています。なおこのレース4号艇の矢橋誠介選手は前半レースで負傷したため欠場となっており、5人によって争われます。